ミッション光る壁画を探せトミー、ヤシュ、ミヤ、オチカ、デイジー、シーゲル、ヒロ、モートン、ゴー、ジャイト。はいはい。はい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 。全、は、員いるな。では、ブリーフィングを始める。書類に目を通して、準備を整えてくれ。はいはい。はいはい。はい 「おじいさんの小屋」と呼ばれる白い建物の地下室に集った10名の子どもたち真剣な面持ちで指揮官であるおじいさんの言葉に耳を傾けながら一斉にメモを取り始めた僕らは「つくよみ」という名の組織に属しているこの組織はムーンガザにいくつか存在する謎をひもとき解明できた事象について SF 雑誌の形で発表している 内容は多岐にわたり科学政治経済天文医療文化学術工学哲学宗教など文明を彩るおおよそ全てと言っていい分野について的確に調査分析をした上で一般層が親しみながら理解できるよううまく演出されているアーガとムーガもいるなお前たちもみんなに同行しサポートしてくれ。 頼んだよ分かったわ任せてちょうだいそれでおじいさん今回のミッションは光る壁画だクレーターの外縁にあると長らくささやかれているがまだ見つかっていないそれを見つけるのが僕たちってわけだねとっても楽しそうワクワクするよあしかし簡単な仕事ではないから 心しんだ光る壁画というのは以前から噂されている未知なる遺跡のことを指す最初に存在を確認したのは12年前にコペルニクスクレーターを現地調査した探検隊だった公式記録によれば「遺跡は青白く輝いていて3つの円に分かれていた」と書かれているがどうしたわけだか正確な場所は不明。 となっている。彼らの証言では遺跡を発見した直後に全隊員が強い頭痛に襲われ苦痛にのたうち回った挙句、意識を失ってしまったとのことすぐさま救援隊が駆けつけ事なきを得たが救援隊は遺跡らしきものを一切目にしていないというのだおかしい過去の研究結果を審査したところ 3時点にそれらしき反応が見られている。そこを調べろ。それってあそこだろう。やべえから近づくなってさ、ずっと敬遠されてるとこ。その通り。知ってるなら話が早いし、だからお前たちでなくちゃならないんだ。わかるにゃ。まあね。そういうのは大抵、俺たちに回ってくんだよな。 困ったく困もんだぜ名だたる研究者や学者にも解明できず屈強な大人でさえ音を上げてしまうこのミッションしかし僕らにとってはお遊びに近く不思議と導かれるようにして難問を解いてしまうどうやらつくよみのメンバーたちにはそういう人間離れした能力が備わっているらしい一般常識とはかけ離れた何かが僕らに宿り ミラクルを呼び込んでいるとしか言いようがないじゃあいつものように二班に分かれてとりあえず三地点に向かおう時計回りにそうね言ってみないことには何も始まらないわあれこれ考えるより動いた方が早いだめ僕たちならきっと受け入れてくれるはずさ遺跡にも事情ってもんがあるんだよだろうねずいぶん昔に気づかれたような感じだったっていうし 戦時外的なものでしょ。ええ。私たちがこうして住めてるんだから、過去に誰かが暮らしていても、不思議じゃない。決まり。出発しようぜ。ムーンカブと月の泡は整備済みだよ。さあ、行こう。ME13 年10月1日。コペルニクスクレーター外苑。少年少女探偵団くよみ。